殺す。観客に対して鑑賞の助けとする劇の背景や要約を伝え、観客がどう劇に反応するのが理想的かを教える。井の頭線、今から二人の男が出会う。一年前同じ飲み会にいるにはいたが、会釈だけで済ませたあの男。あれ以来ですよね、吉田の。そうですね、もう1年くらい前ですよね。あれってもうそんなに前でしたっけ。もうそんなか。ええ、そっか、そっか。出会わなければよかったのに、出会わなければよかったのに。私は渋谷まで行くつもりだ。あいつどこで降りるんだろう。どこで降りるんだ。あ、開きましたよ。座ってください。大丈夫ですよ、ほら僕荷物軽いんで。あ、僕も電車では座らないことにしてるんで。目の前の席、たった一席譲り合い。ま、ひまずい。ま、最近吉田に会いました。え、春になんかで会いましたけど。あ、そうなんですか。会いました。いや、僕最近会ってないんですよ。共通の友人の話終了。家どこなんですか。吉祥寺です。あ、だから井の頭線。ええ、僕 A 服なんですよ。え、ああ、もう長いんですか。ええ、もう7年かそれぐらいは。ああ、じゃあね、どっかで会ってるかもしれないですね。あ、ええ。家どこ話終了。どこまで行くんですか。行き先が被るとまずい。え、どこまでですか。質問返し。僕は品川の方に。方に行き先をぼかす。僕は恵比寿の方に。方にとつけても恵比寿は恵比寿。方にとつけても恵比寿は恵比寿。渋谷で降りても山手線で同じ方向。神よ、なんとか会話を持たせたまえ。前より大きくなってません？いや、変わんないっすよ。なんかなった気がするんだけどな。だとしたらやばいでしょ。中野さんが縮んだんじゃないですか。それもやばいでしょ。つなぐためだけの無意味な冗談。愛と笑い。今、仕事を何やってるんですか？今、してないんですよ。クビになっちゃって。じゃあ、僕スイカ切れてるんで、チャージするんで。考えていたのだ。作戦を。チャージはして。
ここでうまく別れる作戦。それじゃあ、じゃあどうもお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様。仕事などしてないのに。でも疲れたのは事実。一人、たった一人の山手線。たった一人の山手線。電車が出発しない。なぜだ、なぜだ、なぜだ。人身事故だ。的確な判断。隣の車両。そして電車は出発する。ガタンゴトン、ガタンゴトン、恵比寿、恵比寿。ガタンゴトン、ガタンゴトン。新宿、代々木、原宿、渋谷、恵比寿、五反田。次は五反田でございます。お客様、切符を拝見いたします。お客様、切符を拝見いたします。そっちの車両に行ってはいけない。ダメだ。神よ、なんといたずらな神の子を使わした。じゃなかったんですか。あ、バレたー、バレたー。カリオ、この2人を助けなさい。新宿、代々木、原宿、渋谷、恵比寿、五反田。どうぞお帰りください。どうぞお帰りください。いたずらな神の子よ。あ、そういえば僕最近中野さんの夢を見たんですよ。え、僕の？ええ、中野さんのことを殺しちゃう夢で。え？中学の同級生かなんかと集団でボコボコにして殺しちゃって、あ、やべえってなるんですけど、とりあえず黙って隠してこうぜって夢なんですよ。なんかすごい後味悪い夢で。神よ、どうしてこんなことを言ってしまったんだろう。それじゃあ、じゃあどうもお疲れ様です。お疲れ様です。仕事などしていないのですか。自由席。清水さんは。ええ、僕も。自由な自由席。